今回のさ、グッズ見た見たよ、見たよ、うん、めっちゃかっこよくない？かっこいいと思う、どれもいいよね、やばいよね、うん、見たいあの、ミスちゃう？え？ちょっといいですか、うん、多分見えてますよ、あはははははい、じゃーん、はい、はい、紹介しててさ、はい、今日紹介するのはこちらミスちゃんオフィシャルグッズっていうことでね、私が、あの、紹介させていただきますね。まず、タオル汚ねえ声だな、まずタオル、こちらはすごい大変お買い得になってますね。すごくいいですよ、こちらは。なんと、このよ、喉が痛いこのようにね、あの普通でいいよ、ちょっと先輩の負担がね、普通でいいよ、まあ、歌えなくなったらしょうがない、まあ、このようにね、あのちょっと前回と取って変わって打って変わってね逆だね、逆だね、ごめんね、ごめんね、いや、違うね、コウキ、違うね、そういう逆じゃない、こちらね、こうだね、これね、今回はね、いろんな種類のバージョンの ABC が入ってるんですよ、はい、これでロゴが、でこれ全部白で、まあ、夏仕様です、結構シンプルめで、ね、かわいいね、結構かわいいですね、これ結構ですね、結構実際ツアーでも使ってますからね、ツアーじゃねえや、なんでイースイベントです、今でイースイベント中なんですけど、これも使ってて、うん、僕主にこれ3枚ぐらい買って、うん、あの家で体拭く用と顔拭く用とライブで遊びに来るよ、うん、そういうやった方がいいな、保存用塗ってて頭切れてるちっちゃいからちっちゃいよそしてじゃあこれはもう紹介したんで、うん、次行きましょう、次はこちら、はい、ライトスティックですね、ライトスティックですね、おなじみこれはこの間の春ツアーから、はい、そうこれもライブでは持ってこいですね、光りますねこれ、持ってこい、うん、真っ赤に点灯しますね、指パレの時とかよく使ってますけどね、そうですね、振り口座も上がってるんでね、そちらも見てね、一緒に盛り上がりましょう、はい、そして次次は何ですか、こちらこれ何ですか、説明してあげてください、ラガー、あーそうだね、これじゃあ、そうだね、そうだね、光だね何ですか、こちらこちらは、何ですかパスケース、パスケースだそうです、ここ裏にね、ここパスケースが入るようになってます、はい、え、これ良くないですか、普通にしかもこれあれ、かけられるんだよね、これかけられる、あ、そう、ズボンにかけてね、ズボンにかけます、なんでこれめちゃくちゃいいですね、そしてじゃあ次、はい、次紹介するのはこちら、バン、おキーホルダー、こちらただのキーホルダーじゃないんだよね、お、光る、繰り返すと鏡になってんの、え、え、嘘でしょ、なんていうの、かっこいい、分かったあ、本当だ、これでちょっとメイク直しになるね、かっこいい、はい、そういうことでね入ってるんでね、そしてもう一つ、はい、T シャツ2人が着てるんですけど、じゃじゃーん、僕たちなかったないですね、僕ね、買おう、自分たちでこれ買おう、これ買おうよ、うん、後ろにね、ベーベーって書いてある、そう、ベーベーって次じゃないベーベーって書いてある、ベーベーって書いてあってね、ちょ、これ、ちょ、反射して見えないんじゃない、こういう、え、手隠したのに、大丈夫、こういうなんでね、こちらもね発売してるんでね、うん、こちら僕たち衣装とかでも着たりしてるんで、はい、ぜひお揃いにしましょう、はい、はい、そして次はじゃあ生写真セット、じゃじゃん、ちょっと、あの、ピン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 となってる、ピンとなってる、あ、すいません第7弾こちらはね、GO の MV 撮影と GO のジャケットをね撮った時に一緒に生写真も撮ったんですけど、注目ポイントはでもやっぱりどれですかね、どれですか、首痛いですかね、首痛いですかね、これ出ました、これ、うん、首痛い、あ、寝違えたみたいな感じ、寝違えちゃったんですかね、ムチ打ちですかね、何があったんでしょう、これですよ、これですよ、寝るの遅かった本当にしょうがない、ね、しょうがない、お前もだよ、これもムチ打ちだわね、おすすめいっぱいあるんで、しかも当たり付きということでね、僕たち3位書きましたね、書きました、書きましたね、最後ね、そしてさらにメッセージ付きもね、何枚か何枚か書きました、楽しみにしていてください、こちらは全54種類でランダム5枚入り、じゃあ僕たちは10セットぐらい買おうか、そうだね、1人10セットまで買えるから、たくさん買おうね、たくさん買おうね、たくさん買おうね、なんでね、みんなトレードしましょう、僕たちとトレード、じゃあそれでは最後、もう一番の目玉、大目玉いいっすか、やっちゃえ、まずいいっすか、やっちゃえ、こちらです、ポストカードですね、これ、これあのライブのツアーにこれ配ってあげるやつですね、ちょっとこれ見えますかね、これ、そう、ちょっとピント合ってる、何回やんだよ、ちょっと待ってね、こちらはね、僕たち結構毎回ライブでポストカード配ってるんですけど、なんと今回ね、
2枚あんだ。はい、じゃあこちらだけじゃないんですね。この裏にも、裏にもあるんですね。裏っていうか、早く出して。後ろね、後ろね。これ早く見せて。これで、ペンキの僕たちですね、これ。そう、僕たちゴーのポスターにもなってるね、ペンキの。あれは結構まだペンキがちょっとかぶってる時、なんていうの、かぶりたてみたいかぶりたての時の写真なんで、ね、これはもう、もうやばい。だいぶ遊んだ、だいぶ遊んだと。ペンキ30分後くらいですね、これ。そう、結構ね、結構ですね。なんで、そして次、次のやつ見して。次のやつ、はい。あ、今、はい。え、じゃあ、これ一番最初に見せる。これはね、これはちょっともう、なんなんだろう。3枚あるみたいになっちゃってる。プールに飛び込んでるんだよね。これでもすごい顔してるね、みんな。顔をじっくり見てください。俺電気当たってるみたいな、なんか体中に。飛び体がすごいよね、ビリビリしてる。あともう一枚あるみたいな。ないよ、ないよ。じゃあ、ということで、2枚です。こちらは多分会場によってもらえる場所が違うんでね。そうですね。こちらもね、随時チェックしてください。はい。どうですか、皆さん。いよいよ今月、今週。今週から。楽しみですね、もう。名古屋を皮切りに始まりますよ、ツアーが。はい。ちょっともうめちゃ撮ってるらしいから賄いできないから、じゃあ僕が代表して、はい、今回はね、結構この間5大都市だったんですけど、今回7大都市なんで、さらに気合が入ってるんでね、僕たち、もうもっともっと成長したエビシを見せれるようにもっと頑張れるんでね、皆さんぜひ来て、本当に夏の思い出にさせるんでね、はい、僕たちも夏の思い出にします。はい、それではね、土曜日名古屋で会いましょう。以上、僕たちはエビシでした。バイバーイ。バイバーイ。バイバイ。ちょっと長いか。